ですから石川さん世代も一緒ですが、苦しみながらも先に他団体でチャンピオンになった龍と、はい、そしてここのところを戦績なんとかもう上げて是が非でも勝ちたいというのが赤いグローブの岡島ですよね。そうですね、岡島選手は、ね、デビューから、ね、もうずっと連勝を重ねてね、一気にねクラッシュ挑戦、タイトル挑戦まで行きましたからね、逆にこのね龍斗選手は、あのビッグバンのタイトルを取って今度はねクラッシュのベルトっていう気持ちでしょうからね、はい、ここはね本当タイトルに進むためにはね落とせない、互いに落とせない重要な一戦ですよ ね。そうですね、はい、まあ、龍斗といえばまあ、その尽きることのないスタミナ、攻撃、手数の多さ、それからタフさですね。お互いミドルキック、右ローは赤岡島、桃のあたりにも放っていきます。ともにオーソドックススタイルです。このリュート選手ね、序盤からのミドルと前蹴り、はい、前蹴りを蹴り分けるこの足技うるさくていいですね。そうですね、体幹が強くなったことでね、そのブレなくなりましたよね、はい、力強さが増しましたね、はいはい。今ちょっと黒田選手、リュートが変わった蹴りも出しましたね。そうですね、リュート選手は最近の試合を見てる限りでは結構安定な戦い方になってきたなと思います、はい、そうですね、はい。まあ、以前はそのチャンピオンクラスに食い下がるもという戦いが多かったんですが、そうですね、自らも王者になりました、はい。まあ、チャンピオンになっての気持ちっていうのは黒田選手よくご存知なんじゃないですか、はい。そうですね、まあ、僕はまだチャンピオンになって試合をしてないのでわからないんですけど、そうですよね、はい。まあ、そういう意味でも生島博さん、はい、本当に立場って人を大きく強くしますね。まあ、その分プレッシャーもあるんでしょうけれども、それを乗り越えるとやっぱりもっとてっぺんが見えてくるってんで、よりまあ龍斗選手はあの気持ちは乗ってんじゃないですかね。ここカーフキックにその気持ち乗せてくるようですね。お互い岡島も放ちます。黒田選手、はい、ちょっと岡島の体流れましたね。そうですね、龍斗選手カーフキックすごくいいと思います。ディフェンカーフのディフェンスもしっかりできてるので、はは、はい、これどうやるんですか、カーフのディフェンスは。どうやって説明しないんですか。ちょっと、ね、カメラにっていう説明が必要になってくるかもしれませんね。そうですか。さあ、しかし踏ん張って岡島、赤いグローブです。バリュートがガードも硬い、高い位置に構えています。ハローブロー、今の声が漏れたのは生島さんですかね。あれはかなり痛いローキャね。ここあれですね、リュート選手としてはリズムを止められちゃったっていうことが痛いですよね。あー、まあ、ローブロー切られたことももちろん痛いんですけど、はい、まあ、いいペースでリュート選手ペースで試合が進んでたので、ちょっと指の先のあたりなんでしょうかね、捉えてしまいました。ローブローってね、あの回復すれば動けるんだけど、もうダメージですからね、下腹部へのダメージ、ボディと違ってね、はい、あの動けるようにはなるんですけど、ある程度回復をすれば、ただね集中力も欠いてしまうし、はい、まあ、でも大丈夫ですね。そうですね、まあ、これそこに、まあ、石川さん、はい、確かに振りたくないのかもしれませんね、リュート。そうですね、はい、より中央を取ろうとします。お互いおすねの横を蹴るカーフキック、岡島がパンチも狙う動き、まあ、岡島もそうしたローキック、カーフキックは得意としています。それからまず元来ジャブがいい選手です。この左腹部に刺す蹴り、リュート。岡島選手は本当に気が気強いですからね、そうですね、あのカーフ蹴られてるからどん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 蹴り返してるんですけどね、はい、それをリュート選手がしっかりとディフェンス防いでますよね。左フック尻餅をつきましたが、これはダウンではありません。右ホーイ、さらに前蹴り、前蹴り1つ、とにかく冷静さが、はい、増しましたね。あ、今膝も膝でガードして左前蹴り連発、フェイントも交えてカーフキック、岡島のローは食らいません。そして自らは下段の蹴り、岡島今一発、ならばとリュート、合わせ鏡の中リュートのヒット数が勝ってくる。ここで第1ラウンド終了です。さあ、黒田斗真選手に伺いましょうか、はい、どんな1ラウンドに移りましたか。そうですね、リュート選手のカーフが結構クリーンヒットしてるなっていう印象の1ラウンドでしたね。有効打数だいぶありましたよね。そうですね、カーフキックでの相手のダメージってどうですか。こう、お、効いてるなって分かるものですか。そうですね、やっぱり分かるものだと思います、はい。
あと今日1ラウンド目、カーフに加えてリュート選手の前蹴りが抜群にですね、そうですね、カーフだったりローだったりで、岡島選手が下がった後、はい、入ってくるところに間髪入れずに前蹴りが入ってくるので、はい、そうするととにかく対戦相手としてはリズム崩されるしイライラするんですよ、集中力を欠くんですよ、どうしても自分のらしさをどん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 奪われてしまうので、はい、その、ね、あの自分の攻撃の後に前蹴りがしっかり出せる、はい、その体幹の強さがすごく今僕リュート選手評価してます、体の芯しっかりしてるんですね、はい、そうですね、はい、試合は第2ラウンドフェザー級 57.5 キロリミットです。左のジャブからまずこれでさらにカーフキックと、赤いグローブ岡島啓人も自分の戦いを忘れたくありません。飛び膝飛び込んでくる、そうですね、ああいう思い切りの良さがね、岡島選手のこれまでのね、そうですね、いいところでしたからね。確かに、まあ、上位陣と戦ってここ4戦1勝3敗ですけれども、まあ、そういうところは忘れてほしくありませんよね。そうですね、これがね強みですからね、はい、はい、まあ、相手を食っていこう飲んでいこうという岡島啓人に対して、しかし対照的冷静コツコツと生島さん、はい、青いグローブリュートが本当に攻撃積み重ねますね。なんかね、あの武尊選手を思わせるようなね雰囲気ですよね。さらにここからこれ迫力、まあ、KO が出せればというふうにリュートいつも話してもいます。リュート選手お腹にあの攻撃をちょっとずつ増やしてきましたね。そうですね、前蹴り三日月に加えてボディーゴールですよね、はい。まあ、黒田選手このボディへの攻撃っていうのはリュートどう見えますか。そうですね、ボディの攻撃がすごく上下散らせていいと思います。あはは、はい、あ結果そうですね、散らしになってますもんね、はい、やっぱ下も打てたら上も当たると思うので、はい、右ストレートから左こう前蹴り気味ですね。岡島選手が、ね、気が強いからまっすぐ入ってくるからこそね、はあ、前蹴りまっすぐのお腹への攻撃が有効ですよね。そうですか、はい、飛び膝対角線上のように左フックボディへカーフキック左ボディ打ちガードする、そして自分から出てくるリュートのパンチ。生島さん、リュートつながってきましたね。いや見事なコンビネーションですね、であの1ラウンドやっぱり足にちょっとに戻るときにですね、コーナーに戻るときにですね、はい、岡島選手がちょっと右足ふらついてたんですよね。ははだからということは、まあ、パンチもキックもだんだんあの弱くなってくると思ってたんですが、はい、おお、ここボディへの攻撃連ねて、あやられてる、ね、え何発ももう針で刺すような攻撃。リュート口も開いている岡島、足もお腹もきましたね、はい、ちょっとこう状態前かがみになってきた。さあ初めての KO 勝ちはチャンピオンになって初戦なのか、リュートバックスピンキック。岡島なんとか踏ん張りたい、まだだ、いやダウンです、ダウンだ、ほとんどスタンディングからここ膝をつきました、だいぶお腹効いてますね、はい、鶴瓶打ちリュートの攻撃、あと23秒あります、倒しきるかどうだ、おー大丈夫か、カーフキックさらにボディ打ち、リュートがまた正確さ冷静さを失わないという攻撃、腹を刺す何発も前蹴りで、そして左ボディフックで岡島必死に返す、今こそ前に出たいところ、バックスピンキック、時間がない第2ラウンドタイムアップです。いや笑顔こぼれるリュート。今度は里見柚月選手ですね、チームのバズ、黒田選手、はい、これ積み重ねっていうのは怖いなっていうリュートの攻撃。そうですね、やっぱり腹叩いたらやっぱ下も止まってくると思うので、そこでまあカーフも入り始めたやっぱり成果が出てくるのってこうちょっと時間がかかること多いですよね。そうですね、生島さん、はい、まあこれは堅実に、そして威力も増しましたね、リュート僕はもう TKO になるんじゃないかと思いましたけども、はい、しかし岡島選手のコーチの人は怖いですね。渡辺正和代表、もう挑発の方ですか。挑発の方、はい、もうなんか必死にやってるんでしょうけどね、岡島選手ちょっと頑張れって感じですね。これが K1 チーム相模大野クレストの代表ですね。さあセコンドアウトかかっています。岡島先に中央に来た、必死の形相がさらに鬼の形相へと、赤いグローブを岡島啓人が自分から出てくる。さあリュートは石川さん、これ攻め疲れがなければいいですね。そうですね、はい、これパンチ来ましたね、岡島気合入った、倒されてよりこれハートに火がつきました。そうですね、もう倒されても
いいからこの、ね、自分らしさ全開でいくっていうことね、小島選手素晴らしいですよ。右ストレート黒田選手これでいいですか岡島。そうですね、このままいけばいいと思います。さらに自分の攻めはパンチで、そうですね、まっすぐの攻撃とあと飛び膝とかね、遠いところから飛んでの蹴りとかがね、岡島選手のこれまでの光ってた技でしたからね。そうですよね、はい、右ストレート。リュートはスピーディーに、何としてもこれリズムは変えたくありません。そうリュート選手はね、ここでね、今のリュート選手の、進化を問われる場面ですよ、はい、そうですね、はい、ここでちゃんとね合わせれることなく自分らしさを遂行できるか、まあ、これ手数は変わりませんよね。そうですね、はい、前蹴りからのパンチ、内股へもこう足の裏中足を刺すようにします。そういうコーダーをコツコツとね今まで当ててきたのが今日の試合のリュート選手ですからね、それを変わることなく、はい、あここはスイッチもしてくる。ちょっとこれ石橋さん目離せませんね。いやでもやっぱり気合が入った岡島選手もね、前半猛攻撃でしたけど、確かに、まあ、その後こうやってまたリュートが自分の作り出した波に乗ってきます。左ミドルキック、右ストレートは岡島、あこれ体がちょっとずれます、ずれたところにボディへ蹴り、前蹴り三日月蹴り。いや黒田選手今大会では蹴り忘れないようにっていう選手に対する言葉多かったですけれども、はい、リュートできてますか。そうですね、まあ、蹴りもパンチもよくできて、でも今から蹴ってほしいかなと、はい、あえてここで、はい、確かにちょっと数少なくなってますよね、はい、そうなるとまたやられた方は嫌なわけですよね、はい、岡島選手は結構今前のめになってるんで、はい、今蹴ったら効くんじゃないかなと思います、ね、今こそカーフキック、いざ前のめりになったところ、左ミドルキック、まあ今のところの左ミドル非常に良かったですね。まああれがあそこがゾーンが空いたように見えましたもん ね、はい、さらにこれローキック今出ました。岡島はもうダウン以上を奪うしかありません。あと20秒、他団体ビッグバンでチャンピオンになったのはリュート、やっぱり左ハイ狙っていたか。ちょっと黒田選手前傾姿勢のところですよね。またそうですね、残り10秒切りました。チャンピオンになって左ハイ KO 勝ちが欲しいリュート、必死に耐えて岡島、最後は前に出続けた岡島、戦いは判定にもつれ込んでいます。いやどっちも素晴らしい試合でしたね。3ラウンド目でしたね。そうですね、はい、まあ、全てこれ出し惜しみなしという最終ラウンド判定です。ダウンは1つリュート奪っています。30対27、青リュート3ポイント差、リュート30対27、同じくリュートです。30対28、青リュート。3人目は30対28、2ポイント差。第6代ビッグバンフェザー級王者、このクラッシュ凱旋の戦い、王者となって初めての試合はリュートがものにしています。さあ黒田選手、はい、まあ、この技であったりスタミナであったり、はい、リュートは見せましたね。そうですね、すごく、ね、細かいテクニックが良かったかなと、はい、まあ、細かいですし、こういろいろなパーツ痛めるところって忘れないんですよね。そうですね、そこが良かったですね。生島さんどうですか。いや僕はね、もう岡島選手が頑張ったと3ラウンドまで、はい、もう絶対 KO されないぞっていう気迫が感じましたけどね、はい、いやでもリュート選手は見事ですね。やはりなんとその技はまあ上中下そうですけれども、パンチ足技、まあ、足技も石川さんいろいろあって、こうスローでこういろいろ見たいなっていう気にもなりました。足技が種類多いですよね。あとね、岡島選手からのね、カーフキックしっかり完封したのも素晴らしかったですね、はい、自分の得意技ねしっかり完封できるんですよね、選手はね、まあ、次は KO 勝利をと望むはずです。リュート